どうしたのだ。なぜ誰もご主君を起こしせぬ。ご主君、ご主君起きてくだされ。一大事ですぞ。劉備めが妹を連れ南城を離れて川へと向かいましたぞ。何？ここで劉備を逃せばいずれ国の災いとなります。一刻も早く追ってを。神武半将。はっ。500の騎兵率いてすぐに劉備を追え。必ず劉備を捕らえて戻ってまいれ。はっ。劉備め、劉備め、今度こそ捕らえて殺してくれよ。ご主君、今はお怒りになるよりもお心を静めてくだされ。はっきり申し上げて陳武と半将は劉備を捕らえられぬでしょう。どうしてだ。命に背くというか。姫様はまだご幼少の頃より武芸を好まれ激しい極将であられる。劉備と同行されたのもご覚悟あってのこと。陳武と半将がもし追いついてもあの姫様に一喝されれば手は出せません。諸君中退。はっ。その方らも行くのだ。奴らがもし従わなければ妹も劉備も殺してよい。命に背けばすぐ斬り捨てい。はっ。ここはどこだ。はっ。この山を越えれば西総軍に着きます。そうだ。周遊の駐屯地ゆえ警備も厳しかろう。相手に見つからぬよう慎重にな。ご安心ください。抜かりはありません。ご主君、後ろから追ってが。急げ。それ早く。あれだな。いたぞ。おい、いたぞ。おい、はい、おるぞ。行くぞ。お、急げ。お、それ急げ。止まられ。おお。前と後ろを塞がれた。どうすればよい。ご安心ください。軍師殿から預かった袋がございます。気球の時にはこれを開けようと。奥よ。あなた、どうして止まったのです。奥よ。さあ
奥よ、実はこの劉備、そなたに黙っていたことが一つある。何なりと、どうぞお話しくださいませ。孫権殿がそなたをこの劉備に嫁がせたのは、そなたのためではなく、劉備を呉に取り込み、慶州を奪った後、私を殺すためだ。そなたを国のため餌にしたのだ。それを知りつつなぜ私と？一つは孫家と劉家、両家の力を合わせて曹操を破るため、もう一つはそなたの男勝りの気性から末永く一緒に暮らしていけようと思ったからだ。だが今背後から孫権殿の追っ手が迫り、前方には周囲の兵が行く手を遮り、行くも引くもならぬ。この場を切り抜けられるのはそちだけだ。だが死ねというなら、劉備、そなたの恩に報いてここで死のう。そんな、私を他人扱いしたのは兄、もう兄とは思いません。どうかこの場は私にお任せください。すまん。姫君だぞ。おい、どうする？これは何じゃ、謀反か。姫君、謀反などとんでもない。都督殿のご命令で来ただけでございます。周遊の逆賊め、恩を忘れてこのようなむごい計略を立ておるとは。玄徳殿は皇室にゆかりのお方であり、私の夫であられるお方。慶州へ戻ることは母と兄からも許しを得ておる。その方ら我らの財宝を奪おうと狙っておるのであろう。滅相もない。私どもはただ都督殿のご命令で。周遊の言うことはそうして聞くのに、私の言うことは聞けぬとそう申すのだな。ああ、さあそこをどき。仕方ない。資料前へお進み、邪魔させませぬ。進め。じゃあ、神武半将のお二人が来られました。